このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。障害者スポーツを取材しています。ライターの瀬名ガアスカです。瀬名ガアスカ。1980年、東京生まれ。 ライターとして障害者スポーツ全般を幅広く取材。現場主義をモットーに、パラリンピックや国内外の大会などに足を運び、競技としての障害者スポーツの魅力を発信し続けている。セナガが障害者スポーツの取材を始めたのは2002年のことだった。大学時代から記者活動をしていて、そこでアイナス知的障害者ワールドカップを取材したのが最初です。 その後にブラインドサッカーの練習を見に行き、日本は出場しなかったんですけれども、2004年のアテネパラリンピックの取材に行くことになりました。そこから徐々にのめり込んでいくようになりました。私は障害者スポーツというよりも、もともとスポーツが好きで、大学時代にはアルバイトで貯めたお金でソルトレイクシティオリンピックに行くような学生だったんですね。それでオリンピックで感じたような 独特の緊迫感とかわくわく感っていうものがパラリンピックにもあるじゃないかと思ってパラリンピックにに興味を持つようになりました障害者スポーツで最初に感銘を受けた競技は何だったのだろうブラインドサッカーを見に行ったんですけれども初めて見た試合がブラジルだったんですねでブラジルとかアルゼンチンのパワフルなプレーを見てただただ驚いたっていうことを覚えています。 あとはの地元のギリシャ戦で試合の合間に子どもたちが声援を送っていて、まあ、もう普通にスポーツとして楽しむっていうような風景がそこにはあるなと思いました2002年当時障害者スポーツの情報を掲載するメディアはまだまだ少なかった取材したものはどこで発表していたのだろう 2004年アテネパラリンピック2008年の北京パラリンピックでは障害者スポーツ専門のメディアやアルバイトをしていたスポーツ新聞社のウェブサイトで書かせてもらいましたなんですけれども当時はニーズがなかったので原稿料はもらえませんでした私は2011年までは会社員として働いていて土日にライフワークとして障害者スポーツを追いかけていました 普段は雑誌の編集をしたり企業の広報誌や会社案内を制作する仕事を請け負っていました地方や海外にも積極的に足を運ぶが取材費が出ないケースも多い費用の捻出は本業を頑張ってお金を貯めて自腹で障害者スポーツの取材に行っていましたなるべくパラリンピック以外の海外の取材にも足を運ぶようにしようと思っていたので ウィルチュアラグビーの大会ですとかブラインドサッカーの大会ですとかアアジアパラ競技大大会会のような大会にもでで足を運んでいました東京パラリンピックが決まってパラリンピックの記事のニーズもすごく増えていて今特に今までは大会のレポートを書かせてもらうっていうことが多かったんですけれども大会の前にプレビューの記事を書くという機会がまあぐんと増えまして。 障害者スポーツが仕事ににななるようになってきました障害者スポーツへの関心も高くなった最近は、発表できる媒体も増えてきた現在はフリーランスとして、スポーツナビ、スポルティーバのようなスポーツ総合サイトや、障害者スポーツ専門サイトのパラグラフと JPC ・日本パラリンピック委員会のウェブサイトなどで大会レポートを書いています。 実は昨年の11月に虎ノ門にある日本財団ビルにパラリンピックの競技を支援する日本財団パラリンピックサポートセンターという共同オフィスがオープンしたんですけれどもそこのウェブサイトを制作しています。去年2015年ににに取材したたた障害者スポーツのの試合の中で瀬永が特に印象に残った競技を聞いてみた やはりリオパラリンピック出場をかけた車椅子バスケ男子は4年前に私も韓国で予選を見ていたんですけれども韓国にロンドン以降4年間ずっと勝つことができなかったんですけれども残り1枠をかけた3位決定戦で日本代表は見事リオ切符を獲得したという瞬間が一番印象に残っています。瀬永は最近取材していてい 障害者アスリートたちのある変化を感じるようになったというやはり東京パラリンピックが決まってから、選手たちも職業としてアスリートというような収録形態を取るようになってきて、やはり選手たちもアスリートの責任を感じているので、やりあり皆さん、メンタリティがすごく強くなったので、日本が強くなってきているのかなと感じています。 一方悲願のリオパラリンピック行きはかなわなかったがリオ行きをかけたブラインドサッカーの予選は日本の障害者スポーツでは珍しく有料で開催された開幕戦のスタンドには大勢の観客が詰めかけた2014年の世界選手権も日本で開催したということもあってリオ予選もたくさんのお客さんが集まったんだと思います。2014年世界選手権は 日本ではなくてブラジルの試合でも有料化でも観客が集まったというのがすごく私自身も驚きましたし日本で障害者スポーツの面白さというのが浸透してきたのかなと非常に嬉ししく思いましたブラインドサッカーではセナガは特に思い入れの深い選手がいる。初めて 取材したブラインドサッカーの黒田智成選手は非常に私の中でも注目している選手で黒田選手も30代後半なんですけれども怪我をして手術を乗り越えてリオパラリンピック予選に臨みパラリンピックには行けなかったんですけれども韓国戦でその左足でシュートを決めたという瞬間が非常に感動しまして、まあ、これからも黒田選手を追っていきたいなと思いました。 黒田選手はまあ10年以上取材を続けているんですけれども、やっぱり時々、スポーツとして扱ってくれたかっこいい記事を書いてくれてありがとうというようなことを言ってくださるので、まあ、それはとても励みになりますね。去年、瀬長は、障害者スポーツに対する世間の関心が高くなってきたと、取材先で強く感じた。 9月にブラインドサッカーがあって10月に車椅子バスケがあって11月にウェルチアラグビーと日本開催の両予選が続いたわけなんですけれどもそこで大会のスポンサーの方やボランティアの方などに「瀬永さんの記事を見たよ」と言われることが多々ありまして周りの人たちが記事を読んでくれて興味を持ってくれてるっていうのはこの過去10年間取材をしてきてこういうことはなかったのですごくパラリンピックが広まっているなと感じました。 今年2016年は4年に一度のパラリンピックイヤー。背長の目から見てメダルを期待できそうな選手は一番はやはり車椅子テニスの国枝慎吾選手ですね。シングルスだけでなくダブルスでも金メダルが取れるかというのが日本中が注目する試合になるんじゃないかなと思います。10日に水泳の 視覚障害の木村敬一選手や知的障害の田中康弘選手もメダルが期待される選手です。また陸上では30代を過ぎても記録を伸ばしている大体切断の山本篤選手です。昨年10月にドーハで行われた世界選手権でも走り幅跳びで2連覇を達成していてリオでも金メダルが期待されると思っています。一方団体競技で セダガが最もメダルに近いと見ている競技は車椅子ごと激しく当たるタックルが魅力のウィルチェアラグビー,日本,グビー日本代表は去年大きな飛躍を遂げたその強さの秘密はどこにあるのだろうウィルチェアラグビーはロンドンパラリンピックで惜しくも4位だったんですけれども その悔しさをバネにその後海外からコーチを招聘して課題だったラインナップの充実も図りましたロンドンパラリンピックで金メダルのオーストラリアを破ってアジア・オーセアニアのチャンピオンにもなりましたし現在世界ランキングは3位ですこのまま勢いに乗ってリオではメダルを取ってほしいなと思っています非常に選手たちの仲が良くてですね エルチアラグビーの日本代表の選手は、まあ、北海道から沖縄まで日本各地に分かれているんですけれども、まあ、合宿の前後にはあの、よく食事を行ったりとかしているっていうのも聞いていますし、まあ、そういったところがチーム力のアップにつながっているのかなと思います。チームスポーツに魅力を感じて取材を続けてきた瀬長。個人種目でも注目してほしい。 人人と人の絆があるそうだ団体競技だけではなくて例えば陸上競技のリレーですとかブラインドの陸上も伴走者とランナーの絆がとても深いですしパラリンピックは用具、まあ、を作る人たちもいるのですごく個人競技であってもチームというものを感じる、まあ、それが魅力の一つだと思います。ブライインドド種目のガイドや、まあ、コーチも スタッフもそうなんですけれども普段合宿から選手と密にコミュニケーションをとって選手と息をぴったり合わせて試合に臨むというのがすごくいつもすごいなと思うところでブラインドサッカーはゴールの裏にガイドコーラーと呼ばれるコーチがいるんですけれどもゴールが決まった後には真っ先に選手に抱き合って喜びを分かち合うというのがすごく障害者スポーツの面白さを表現しているなと。 思っていますあとは自転車のパラサイクリングのロードの世界選手権で昨年優勝した藤田選手の義足を作っている義足装具士の斉藤さんともお話をする機会がありまして斉藤さんはただ機能性の高い義足を作るだけではなくてデザインとしても選手のモチベーションが上がるような義足を作っているというお話を聞いてそういったことも 技術者にには求められるのだなと非常感感動感銘しました長年障害者スポーツの取材を続けてきた瀬長時にはこの仕事で非常に悔しい思いをしたこともある会社員として働きながら、まあ、土日取材をした経験があるんですけれどもその時などは土日にボランティアをしてるというふうに 思われて、パラリンピックを行くために休暇を取ったりする時も「瀬永さんはボランティアをして何かいいことをしているらしいぞ」っていうようなあの周りの人たちが噂をしていてスポーツを取材するのはいいことではなくてまあ普通のことだと思うんですけれどもやはり障害者スポーツはボランティアですとか福祉的にまだまだ思われているんだなと思ってすごく悔しい経験をしました。 取材していて感じる日本の障害者スポーツの問題点を瀬長に聞いてみたまだまだ観客が少ないなぁと感じます2015年の年末にもウィルチアラグビーの日本選手権やパラリンピック独自の競技であるボッチャの日本選手権に足を運びました会場では、えっと、観客はほとんど関係者で特にウィルチアラグビーは 竜予選でフィーバーした直後にこの状況なので選手たちもまた昔に戻ってしまったのかというようなショックを隠せない様子でした今あの障害者スポーツでは急に脚光を浴びながらもなかなか競技団体の業務が追いつかないというようなことが指摘されていますがもっと集客に力を注ぐ必要があると思います もっと観客を増やすにはどんな手が瀬ガのアイディアはよく選手とも話すんですけれども例えば自転車を好きな人がパラサイクリングを好きになると思いますし柔道を好きな人が視覚障害者柔道を好きになると思うのでオリンピック競技に興味がある人にもっとアピールしていくというのも有効的なのではないかなと思います。あととは私たちメディアとしても 両予選やパラリンピックの大きな大会だけではなくて、日頃から小さい大会にも足を運んで発信を継続していかなければいけないと思っています。取材者としての今後の夢を瀬中に聞いてみた。東京パラリンピックは満員の会場で取材できたら嬉しいなと思っています。ロンドンパラリンピックのスタジアムは連日8万人の観客が訪れて、 ビール片手にフィッッシュチップスを食べながら家族連れもいてスポーツ観戦をするっていうような人たちがそこにありました日本もそうなれば嬉しいいななと思いますそうなったら私の役割も終わりかなと思うので私のような障害者スポーツを取材するようなライターがいなくなる時がもしかすると日本のパラスポーツにとってはいいのかもしれないですね。 今はパラリンピックを取材しているメディアが少ないので私はまあフリーという立場で取材をしているんですけれどもパラリンピック全体のライターではなくて例えばブラインドスポーツに詳しいライターですとか車いすスポーツに詳しいライターですとかこの競技に特化した専門ライターのようになれればより深く。 パラスポーツを掘り下げることができますしそういったニーズが出てくるようになればいいなと思います。